流祭肝人正積が、強化百物語より、豆腐小僧、水木しげるロードに設置されている、豆腐小僧のブロンズ像。豆腐小僧は豆腐を持っている、子供の姿をした、日本の妖怪。主に、江戸時代後期以降の草草子や、西木絵などに描かれている存在である。頭に傘をかぶり、盆に乗せた豆腐を乗せた姿で描かれる。顔は、人間の子供そのままのタイプや、 一つ目であるタイプなどが見られる。豆腐小僧の絵に見られる豆腐は、紅葉豆腐と呼ばれる、紅葉の葉の形が浮き出た豆腐が描かれていることが多い。これは、江戸時代後期に実際に販売されていた豆腐である。民族学的な採集や、昔話、当時の随筆、気願集などの文脈上では、豆腐小僧についての出現端などがほとんど、 確認されていないことから、豆腐小僧は江戸時代に草草紙の上で描かれた創作上の妖怪であると見られている。豆腐小僧は安永年間から確認することができ、幕末から明治時代にかけてはタコ、スゴロク、カルタなどおもちゃいの中で描かれている妖怪として親しまれていた。川柳や京化、歌舞伎などにも見ることができる。豆腐小僧は 買ってきた豆腐や酒を持ち運んでいる、子供の姿で現れる妖怪として草草草では描かれており、雨の夜などに人間の後をつけて歩くこともあるが、特にひどい悪さをしたりはしないと扱われている。そのため、ストーリー上は人間に相手にされることもない、お人よし、清は滑稽な役回りの登場キャラクターとして設定されていることが多い。公表詞では、 小川春町、妖怪市、内表判記では、イタチが化けた者、北尾正美、妖怪着登場では、大渡小僧という名前の妖怪が、豆腐小僧の特徴で描かれており、父は、妖怪の総大将、三越乳道、母は、六六日などと、作中設定が付けられている。また、他の妖怪たちにいじめられているストーリーの例もある。妖怪市、内表番記では、 豆腐小僧という化け物は頭大ぶりにてという記述があり頭が大きいものであるという特徴も見られる。身にまとっている着物はごく普通の子供が着ているようなものが描かれていることが多いが同時格子に似た格子模様や春駒、だるま、耳耳ずくなどよけとされるおもちゃを描き込んでいるで描かれている例も数点見られる。昭和、平成以降の妖怪関連の文献では 雨の夜に現れ、通りかかった人に豆腐を食べるように勧めるが、食べると体中にカビが生えてしまうと記述されていることが多いが、江戸時代にはこのような特徴を記載した資料は見られず、昭和以降の妖怪図鑑で創作的に付け加えられたものであるといえる。北尾正美、妖怪着頭帳、大都小僧、王都な豆腐小僧イメージの例、勝川春亭が、 大時代糖度化物。一つ目の豆腐小僧の例。豆腐小僧は安永年間から草草市で確認することができ、公表し、妖怪し、内表板期が初期のものであると確認されており、都市文化の中で生まれた妖怪であると言える。しかし、どのような経緯で創出されたのかは明確に判明してはいない。当時、栄養に富む食品として豆腐が人々にとても、 好まれていたことを反映しているとも考えられている。豆腐小僧が豆腐などを持ち運ぶ様子と同様な描かれ方で登場する妖怪には、一つ目小僧、雨降り小僧、狸、カッパなどもあり、一つ目小僧やカッパが豆腐を持った姿で描かれていることもあるため、これらの妖怪が豆腐小僧と関連あるいは原型と考える説もある。実編者19による合刊、 かか太た伝では、傘をかぶったたぬきの妖怪が、豆腐のような柄の着物を着ており、豆腐小僧の存在をほのめかすように描かれている例も、ある。一つ目小僧も、江戸時代の草造子や、おもちゃへの類では豆腐を持っている絵が多く、描かれており、カルタなどに広く見られる一つ目小僧が豆腐を持つ絵や、豆腐屋の裏は一つ目小僧なりといった川柳。 傘の内目は一つ際の目のやつにもかす豆腐構造はという強化もあり、両者の境界線は曖昧であったとも言える。この点から、豆腐構造は一つ目構造の異名に過ぎないという考察も見られるが、豆腐構造と具体的に称される例の中には明らかに一つ目でない、例も多いことからの否定や、豆腐構造は一つ目構造とは別に独立して誕生した存在だとする主張もある。 いずれにしても、豆腐小僧の出自や、当時の位置づけについては、不明な点は、未だ多く、考察上では断定できない面が多い。昭和以後、妖怪図鑑などでも描かれていた妖怪であったが、平成期には、アダム・カバットの変著、江戸化け物造史や、大江戸化け物再建などで、豆腐小僧の登場する絵造史作品が広く紹介、報告され、 妖怪を用いた創作にも幅広く用いられていった。ありがとうございます。